母さん、生きることがこんなに辛いなら、どうして私を産んだの？夏美、こっちに来て早く食えし。お母さん大丈夫け？お母さん大丈夫け？お母さん？あいつはもうダメずら。ずっと寝たきりで話す子もできなくなった。病院に入れる金もねえし、入れたところでどうにもならんずら。明日で8年経つだけ。来週ガキが一人無所から出てくるだと。どうするで？知らん。おまん変な気起こしちょし。よしあき、辛い時はいつでも俺に言えし。夏美元気け？ああ、相変わらずだよ。家にこもっておとなしくしてる。
母親があんねんなっちまった以上、おまんがコピッと面倒見んといけんぞ。わかってる。のりこも話し相手になってやるから、今度夏美連れてうちに来うし、飯でも食うじゃんね。ちょっと様子見てくる。ここにいろし。ちょっと待っててな。どうしたで？車故障しちゃって町戻りたいんですけど、携帯の電波もなくて。方言ならこの先に家があるから、ここで電話しろばいい。すいません、うん。じゃあ誰か一人俺と来てくれよ。じゃあ俺行きます。前の分を合わせて1万持ってこう。ああ今すぐこう。おう平レシ、金は？あ、はい持ってきてます。今日は上でやるし。いいから早くしろし。ああ。おい、1時間後に戻ってくる。それまで好きにやってろ。はい。
待ってよ。待ってよ。黙れ。やった。やった。何をしとるで言うた。こっち来て手伝え。おい、足押さえてろ。俺が憎いけ母さんと一緒に三人故郷の頃だよ。なんとか言えし。私普通の生活したいさ。ほげ。今から寝る。あっち行ってろ。来週さ、ヨシアキとナツミ、家いいよばっか思ってるさね。また急にどうしたで。うん、4人で飯食うだよ。その日だけは一緒にいてやりたいじゃんけ。オッケー。ええ。のりこ、どうしたで。どうもしませんよ。
ただ私、夏美ちゃんにあまり好かれてないみたいなんさ。こんな本気にしちょし、おまんの考えすぎずら。そうですかね。そうやって、あの子が生まれた時、おまんが一番喜んでたずらに。どうで、最初の味噌とは。やっぱ苦いな。でもありがとう。水臭いごいっちゅうし、俺は全部わかってるだよ。まあ、今日はお祝いじゃ。飲めし飲めし。お前帰るとこないずら。安心しろし、しばらく俺んとこいればいい。大丈夫か。いいさいいさ、どうせ一人だし、おまんと一緒で家族も身寄りもいいしな。あおばちゃん、焼きそば二つ。はいよ。まあまあ、全部俺に任せときしな。もっと女の子らしく神とお嫁に行けんよ。男なんてだつもねえよ。こんな子ないさよ。いつか素敵な人が現れるさよ。おばさんは結婚してよかったと思うけ。ほうさよ、いろいろ大変だけんどね、だけんど幸せさよ。おばちゃんはね、夏美ちゃんには幸せな人生を送ってほしいだよ。私のお母さんどんな人だったっけ。うん、うちんといっつも一緒でさ、いっつもあの子の後ろ追っかけてただよ。みんなに優しくてさ、うちの憧れだっただよ。さあ、ヘーネル準備するじゃん。悪いんじゃね、気使わして。おまんこそ無駄な心配なんしんで、何でも俺に話せし、一人で考えすぎずら。今でも昔のケイコンコン思い出すだよ。あいつの人生めちゃくちゃにしちまったんだから。あん時まっすぐ帰ってればこんなんにならんかったそらな。おまんは何も悪くないら。ガキどもさ、あいつんとうが全部悪いだよ。ほいだけどさ、よしあきよ、復讐はいけんな。次はまっとひどい子になっちまうよ。今日出てきたガキも今頃親と静かに寄り添いやっとるら。8年も20年も同じだよ。俺は一生苦しみ続けるだよ。あいつんとマッと苦しめんと。義昭、いけんって。万に何かあったら夏美どうするで。あの子
おまん以外に兵身寄りはないずら。どうしたで。こないだまた手出したさ。おさむ、俺あいつ見てると同意でもおさむ。けいれ。今日は一人でけいれ。ちとおまん一人で頭冷やせし。明日の朝送るから。吉明、コピッとしろし。大丈夫ですか。綺麗になったよ夏美。若い頃の稽古そっくりじゃ。何ですか。おまんのお母はな、村一番の美人だっただよ。村中の男子が惚れてたさ。わしもその一人さね。だけんど稽古は吉明を選んだ。わしゃしゃら悔しかったさ。夏美、困った時はいつでも俺に言うだよ。なんとかしてやる。いや、お祝いだったよね。ほら、着いたぞ。汚いな。なんじゃね。ありじゃね。
何を読んでるぜ。無書でもらった聖書似合わんじゃん。僕の時おまんだけ個人で読まんかっただに、うん。俺な、うん、あの人についてはいかっか思ってるさ。誰に聞い？大本さん。本当に言ってるだけ。本当さよ。どいて、うん。8年間刑務所入っただけで許されっかないわ。これだから直接会って。やめとけし。だけど、おまんが言ってたこれ向こうの家族に嫌な思いさせるだけぞ。忘れられんさ。何が？あの時車にいた娘さんのか。誰の？大本さん。そんなこと言うたらね、今日も早寝るし。うん、寝るし、もう。これ食うし。おおおお、大丈夫け？もう3日もこんな調子じゃん。お前、夜は寝れん飯食え。明日病院行くじゃん。どうしろっちゅうで。すまん。じゃあお前が言ってる神様がおるところ一緒に行くじゃんな。うん。
ゆうた、着いたぞ。ゆうた、お前が余ってる子は知らんけんど、殺されちもうかもわからんよ。俺でもいいよ。あの人んとのためだったら何でもするさ。今日は風を感じないから、母さんが生きているのか不安になる。体に触れて母さんの体温を感じて初めて、まだ血が通い合ってる、そう思える。扉が開く音がして、少しの風と一緒にあの人が帰ってきた。少しずつ溶けてなくなるこの風と一緒に、私も消えてしまいたい。すいません、おもつさん、開けてください。また来ただが、敬礼。お願いします、今日はいつもの倍持ってきました。
ええ。怖がっちゃし、今日はホナに来たじゃないだよ。何ですか？夏美ちゃん、こっから出たくないけ。こんなん変だけど、お前に惚れてるだよ。ま、今はいいよ。とにかくこんな時いたらいけん。お前の親父さん、あの人ついてもこの先いい子ないよ。ほいだからな、町行って一緒に暮らすじゃん。出てくなら母さんも一緒じゃないと嫌です。別に出るなら母さんにちゃんとした手当て受けさせてやってください。よっしゃ、わかった。じゃあまた明日来るから、その時に母さん連れて一緒に山を下ろう。気づかれんように遠回りしていくから時間かかるけど、いら。どうも、悪かったですね。最高でしたわ。やかましいわ。さっさと敬礼し、はい、また明日もお願いしてもいいですかね。いけんっつったら。明日はもっと払います。よっしゃ、また今日と同じ時間に来うし。ありがとうございます。じゃあ、また。Thank you.
服で大丈夫だ。場所分かるだけ。この先に家があるって言ってた。自分で探すわ。この辺で待ってるから。いや、先町戻ってる。一人で行かないと意味ないから。 OK。 じゃあ、ケールから電話してこし。うん、ありがとう。じゃあな。私、高峰雄太と申します。今日はお話ししたい婚があってきました。父のお知り合いですか？はい。今ちょっと出かけてるんで、中に入って待っててください。いえ、僕はここで。データなんかしんくていいですよ。いや、僕はこれで。何しに来たんですか？え？お父さんに何の話ですか？とにかく、ここで待っててください。母さん、また知らん人がうちに来ただよ。だけど、それも今日で終わりだから。
何しに来たで。何しに来たで。何してるで、お父さん。おい。おまんらのせいでな、こんなんなったずらや。これ見に来ただか。すいません。わしら家族な、おまんらのせいでめちゃくちゃになっただよ。お前謝って許されると思ってたとか。死ぬ覚悟でここに来ます。おー、オーケー。だけどな、そう簡単に死ねると思っちゃうし。わしら家族と同じだけ苦しめ。苦しんで苦しんで、その後死ね。みんな家族だと思うら。私はこの中でずっと育ってきました。高峰さん、早く出てってください。母さんに近づかないで。すいません。一生かけて償います。お母さん、何？ここ最近ずっと何か伝えようとしてるんです。でも何言ってるかわからないんです。わからないんです。私たちのために何だってしてくれるんですよね。今晩うちに男の人が来ます。その人が私と母さんを町に連れてってくれるんです。お父さんは？俺は何すれば。父が外に出たら家に帰ってこないようにしてほしいんです。話し込むとか何でもいいから。わかりました。何をしてるだよ、フェイシー。はい。まあこれから普通に生きようって思ってほしい。はい。お前は俺に生かされてるだよな。俺が明日死ねって言ったらお前は死ぬんだ。それまでだ。お前は死ぬんだよ。分かってます。夏美、ぼちぼち時間ずら準備しろし。何してると思う？
何ですか？これから強しっちゅう男に来て金払って夏美をはめるだよ。娘さんに売春させてるんです。結構金になるだよ。この飯もあいつの股で稼いだ金で食えてるさね。どうして？おまんにわかるか。黙って食え。今日は上でやれし。ここじゃダメですか？口も大師匠、さっさと行け。18です。他の2人はどうしてるで？分かりません。無所の中でも話してません。知らん顔け。自分はあいつんとうとは違うだけ。何ぬるい子に言ってるで？分かってます。家に忘れてきちまったら取りに来るぞ。今は娘さんが。いいだよ。
おい。知ってただが。その人は関係ない。やがましい。お前に聞いてるだ。知ってただか。はい。おい、下に降りろせ。おい。はい、か、おう、え、え、え、うん、おう、おう、わかった、すぐ行く。どうしたの？ちょっと吉明の時行ってくるわ。え、ちょっとお父さん。こいつけ、はあ、どうするで。夏美と恵子は上だ。二人とも大丈夫だか？それよりまずこいつだ。おい、おまんなに見てるだ。このまま山奥連れて行って埋めるだ。おう、あいつならいいわ。殺せ。おさむ、固形残って夏美たちにこん頼むわ。実はな、もう一人男がいるだよ。なんで、そいつもやるだか？それはまだだ。後で苦しめて殺す。おさむ、俺車用意してくるわ。ああ、頼むわ。夏美、降りてこ。降りてこ。お前知ってるぞ。裁判所にいたやつらに。おじさん、違うの、この人は。何が違うで、あ？何も違わんら。こいつはお前の母親をめちゃくちゃにしたずら、俺らにのこのか現れやがって。
ただじゃ済まさんぞ。おい服脱げし、脱げ。もうやめて。黙ってろ。なあしてるで。脱げし。外出ろ。夏美、縄持ってこう。何するんですか。何もしんよ。早く縄持ってこう。立てし。壊したやつの罰がこれから始まるだよ。これはやりすぎです。お前のおっかはまっとひどい目に遭ってるだよ。犯されて頭おかしくなるまで殴られて森の中に捨てられただよ。収まらんさね。
美ちゃんをあの子を自由にしてあげてください。なんで？あの子、あんな可愛い娘さん初めて見た時から惚れちゃって。綺麗事抜かし女子、お前はあいつを金で買ったずら。少しでも一緒にいたかったんです。それだけなんです。お願いします、あの子をここから出してあげてください。夏美、こいつに惚れただか？え？違います。じゃあ今すぐこいつ殺せ。おまんも犯されるかもしれんぞ。嫌です。殺せ殺せ。嫌です。絶対にお前をこっから出す。あんたのために死んでもいいよ。死んだらいけ、死んだら謝ることもできんじゃんけ。どうしたね。おう、少し痛めつけてやったら夏美が心配してさ。まあいいわ、風呂空いてるけ。ちょうど空いたとこだ。
よしあき、わしゃも帰るぞ。吉明は僕の頃からの付き合いだ。お前も知ってるぞ。父親じゃなくて娘の方だよ。お前何を言ってるね。私全部知ってるだよ。お前が夏目に惚れてるの。どっちもね。おさね、またうまくいかんかったらそれこそ笑い者ずらな。娘にも嫌がられて恥さらしの男だって。くそ、二度とその話しちゃ。夏美、何してるで。お前よさんけ。やめてよ。お前、親に向かってなんで。こいつの前でやるけ。うん。してあげてください。お前は黙ってろ。から出してやるか。何言ってるだ。こいつに他に行くとこなんねえだよ。ここが嫌。場所は関係ない。あんたはどうから。
この子出してやりたい。うん、何を寝ぼけたかな。この子自由にして。その後、足野君殺してくれ。ほうげ、俺なら二人とも殺して山に埋めてやる。進む、一緒で。これで夏美抱かせろ。もう、何言ってるだ。いいろ、お前もやってるずが。
一人で。ダメ。このままじゃ二人とも殺されるぞ。でも、しっかりしろ。いい、町に出たら警察か局会探してこの子全部話せ。そしたら全部面倒見てくれるからな。いいけ、こっからは一人で生きてくれよ。8年前車の中のお前にいた時から俺の命はお前のもんなんだ。夏美！早く行け。夏美！トイレ戻ってきた。行こう。明日、自分がどこで何をしているのか、誰も知らない。そんなことどうでもいいのかもしれない。今、私が生きていること、明日のことを考えてこの場に立っている。自分で考え、自分の足で歩いていく。それこそが私が守るべきもの。もう二度と取り戻すことはできない。ケイコ。愛してるよ。未来への希望はまだ見えない。それでも構わない。
生きてゆく。この世界で私は生きてゆく。